ですか。余命については病院は何て言ってましたか。苦しまずに行かせてあげたいんです。苦しせてくれ。この家族からクレームが来ませんように。大病院の専門医は臓器という断片を見る。俺たち町医者は物語を見る。俺は死んでも延命はやるべって決めたんだよ。カルテじゃなくて本人を見ろ。生きるとは食べること。あのやり方が果たして正しいのかどうか。よかったね、こんなにたくさんの家族に見送られて。1たす1は2。マルハゲの主治医勧める抗がん剤。在宅医に一番大事なことって何なんでしょうか。待てる医者になれ。一度だけ浮気しました、許せ妻。知ってましたよ、墓場まで持ってきゃいいのに。